小泉源一。奥は、竹内隆小泉源一は、日本の植物学者。日本植物分類学会の創立者で、日本の植物分類学の基礎を築いた一人である。1883年、米沢市林センテラ町にて、父政児、母高の長男として生まれる。小泉家は、米沢藩の稲わし組の家柄であり、先祖は、 武大臣の小泉源五郎。札幌農学学校林学実家を経て、1905年、東京帝国大学に専科生として入学。松村務さんに指示し植物分類学を学んだ。1908年に卒業。1916年に理学博士を取得。マーシャル諸島やルート等における植物と自然地理の観察依頼を東京理科大学から受け。 1914年12月19日に神奈川丸に乗船、翌年2月13日までミクロネシアとマーシャル核軍島の現地調査を行う。この調査をまとめたヤルート島植物地理は文部省専門学部が南洋諸島の風土文物について研究した委任島地地域資料の中に編纂され、1916年から1917年に刊行された。 東京大学の食卓教員を経て、1919年から京都大学の助教授となり、植物学教室を創設、後に教授となる。1927年には中井武之心と共に大日本樹木市を観光。1943年に還暦を迎えたことを記念して、その翌年の1944年、日本植物分類学会の帰還し、植物分類、 地理から小泉博士還暦記念号が刊行された。また同じ頃、定年のため京都大学を退官。1953年12月20日に脳血管破裂で意識不明となり、その翌日に米沢市林センテラ町の実家にて死去。コズは植物の学名で命名者を示す場合に小泉源一を示すのに使われる。 1914年12月28日から、カロリン諸島のトラック島、ポナペ島、クサイ島、マーシャル諸島のヤルート島をめぐり、翌年1月24日から26日に再び、トラック島を経て、1月31日から、パラオ群島のアンガール、パラオ島、ヤップ島、マリアナ諸島のサイパン島に寄港し、2月13日に東京に寄港した。ありがとうございます。